成長早すぎないか？馬体を見る限りリバティアイランドはこの先衰える一方？に対するみんなの反応集。この血統でいつまで保つのか、できれば4歳のドバイあたりまで保ってほしいが。意外と強いまま引退まで行ったりして。名称マンボするにハーゲンダッツかける。名称マンボは気象の悪化で真面目に走らなくなった聖夜路街。プラメンテ3区牝馬も気象は怪しい？それはそう。怪我しなきゃいいよ。怪物は意外と血統の枠を超えていったりする。まず成長しきった馬同士でドバイシーマ勝てるほど強いのか、そこが問題だ。金量差も少なくなるしな。マックスデューティスルに一票。本当に強いなら血統とかもろもろに抗って戦績を残していってほしい。オークスでも強かったのはまあ母も2000メートル勝ってるしわかる。問題は3歳秋田秋華賞で全てが決まると言っても過言ではない。その8馬身つけられた1着のウィンクスは金量トップなんですよ。ヤンキーローズは50キロもないんですよ。コックス3着以外にもちゃんと3歳限定 G1 勝ってるぞ。それでも3歳春なんだよな。換算するとね、成長しろとは言わないから現状を4歳秋まで維持してほしい。それだけで歴代の名馬に並ぶ可能性がある。母が早熟だと子も必ず早熟なのかい？他のヤンキーローズ3組見ようと思ったらまだ2頭しかいなかった。オーストラリア自体2歳 G1 勝てる早熟性の血統重視だからだと思われるが。ここまで危険視されてるのはブラ自体母の血を強く出すからな気がする。オーストラリアって年齢が日本と違うって聞いたけどどうなの？季節が逆だから年齢加算が6ヶ月ずれてる。5歳まで毎年 G1 勝ってほしい。メスゲンだけに絞ればできるだろうけど、見たいのはボバ倒すリバテなんだよね。あれ？もしかして散々騒がれてたけど血統的にはオークスいけて当然だったんじゃねこれ。騎手と調教師がね。2400やろ？ 2000 とは違くない？リバティ自身の能力よりも中内だプラス川田の周辺の環境の方がビビられてなかった？せっかく中距離でもやれる子引き当てたからなんとか小馬も頑張ってほしいが。川田自体は、最近はマイラーとはいえ、2400以上の G1 3勝の実績はあるし、もしかしたらもしかするとは、思われてた。阪神戦600以外で勝ってない敵の方がね。名称マンボだってどんなより強いとか一時期言われてたし、あんだけテスコがビーの。再来してたマックスデューティだってあれ出しでわからないものよ。グラン級の怪物になってほしいが、グランはまだ馬体の成長の余地あったんよな。ぶっちゃけクラシックでここまで馬体と能力がズバ抜けてるからこそ怖い。気候抜け切ってるわけや、芝体の成長は見込めなさそうなんだよな。馬自身が成長してる例ってあるのかな。今こそ世代トップだけど小馬になったら成長した同期牝馬にリベンジされるなんてこと、あるかもしれない。早彼よりも怪我が心配、逮捕もヌアも故障したし、プラ本人は割と奥手で引退前すら未完成って言われてたし、そっち側で成長性担保してほしい。気持ちと、これ以上成長されたら他の牝馬たちどうすりゃええねんって気持ちが両方ある。まだ上積みがありそう。成長の余地が残ってるって言ってる人もいるがな。結局走ってみないとわからん。早がれだと思うなら買わなければいい。ジェンティルドンナだって3歳ジャパンカップがベストパフォーマンスで、あとはしぶとく粘って、保たせた感じだし、まあ血統全然違うからなんとも言えんが、言うてもドンナも姉のドナウブルーもなんだかんだ5歳まで構想してるし、早熟であれども、早かれ血統ではなさそうだが、なんとなく晩成型が割といる気がするんだよな、この世代の牝馬。年齢重ねるにつれて解消されるのどなりもティモーリス3区のペリファーニアとか怖い。ペリファはちょっと怖い。2400は長いけど、小馬になったら2200までならいけそうだし、もう3区のどに欠陥ありなのに、桜花賞3着なのおかしい。プラが母方の特徴引き出すタイプだし、3歳秋に逆転されてても別に驚かないわ。牝馬は崩れる時は一瞬だからね、そうならないことを祈ろう。グランはまだ馬体の成長の余地がありそうだったからよし。こいつはもう小馬で戦える体なんよ。言うてスタウンも怪我明けと出遅れで2着だし、よほどのことがない限り盤石だと思うわ。なんか三冠期待してない人いるけど普通に見たいぞ。それこそ今まで話に出てるドンナシーナとモーリスの3区が突然跳ねたのが、小馬だったからな。スタウン同行じゃなくてリバティ自体の母系が早熟すぎるのがブラの母方の特徴を、引き出す特徴とどう掛け合わさるかが当面の問題では？マジで馬体が完成しすぎて、こっから伸びるのか？って疑問が出る馬って能力に母方が、濃く出るらしいし、母父も早熟スプリンター種母馬だしね。小馬になって金量を克服できるかも心配。3歳ジャパンカップでイクイノックスを打ち取れば、何でもいいですよ。
正直今の時点で気候抜けてるんならコバは期待できないと思ってる。成長の余地のない馬体にどうあがいても早熟が約束されてる母方の地じゃ4歳春まで持てばいい方では。スティルインラブみたいに秋で逆転するのもありそう。やっぱりコバで活躍してる馬って気候がこの時点では抜けてないの？抜けてないよ、普通は気候が抜けるのって4歳秋ぐらい。じゃあやっぱり成長早いんだなリバケ。ぶっちゃけ今の強さって周りとの成長速度の差な気がしてるわ。そりゃ気候が抜けるイコール本格化よ、普通の馬がそれが起きるのが4歳秋。だから4歳秋が馬にとって一番強かったりする。だからここを棒に振ると基本は活躍できなくなるんですね。リバテは4歳ドバイの前にまず秋華賞までに枯れてないか心配した方がよくね。4歳春までは厩舎がレース数を抑えて持たせるでしょ。それ以降が自力勝負かな。マジでこっから成長し続けたら正真正銘の怪物だけど。レース数絞ったところで成長の余地ないなら追いつかれた時点で終わりでは。あ、だから皆前哨戦挟むなって言ってたのか。それは別の話で中内田厩舎の馬は前哨戦明治で仕上げて本番で気落ちして負けるのがいつものパターンだからリバテにそうするのはやめろって言われてた。なるほど、てっきりマックスデューテルート避けたいのだと。スカイヘリって観点からなら数絞りゃいいってのはそらそうだが問題は成長の余地なさそうだから。コバになって追いつかれたら普通に逆転されるんではってところじゃないの。オルフェ、ディープに関わらず、ジェンテルもアモアイも、大体気候は3歳では抜けない。みんな4歳春から秋気候が抜けて馬体が完成していくもんよ。友なんかの筋肉なんかのつき方も4歳がピークに来る。オーストラリア品系だから能力目いっぱいに仕上げると3歳春全部出る。伸びしろは確かに、あるんだろうけど他の馬よりは少なそう。あの馬体で気候抜けてるって3歳馬 VS コバみたいなもんなんじゃないの今までの牝馬クラシック。追いつかれた時どうなるか見ものっすね。言うて配合の時点でどうせ来年以降のこと考えてないしこの時期に完成させて怪物誕生。秋に枯れてもそれまでの戦績でクラシック用繁殖よろ、ぐらいにしか思ってねえんじゃ。ねえのとは思うけど。まあその通りじゃね。ソウルスターリングみたいに変に混合使ってメンタル壊れんといいけど。だからダービー避けたんやろね。目いっぱい仕上げ云々の前に気候抜けちゃってるのがもうコバヤバ相関。これで一切衰えなかったら凄まじいが。いけそう？母方の血統&馬体でリーチかかってんね。同じような勝ち方したジェンテルがオークスでは気候抜けてたっけ？そこさえわかれば比較もしやすくなるが。これかな？気候は抜けてないね。あと骨格やトモモリバテに比べると成長しきってない感じ。貴婦人はお母さんが2歳 G1 勝ちだけど完成したのは4歳ジャパンカップだったから。コバからが本番やろなこの馬。クラシックまでなら自力と完成度でなんとかできるから。そこであっさり逆転されたら早熟の天才って、アラジみたいな評価になるよな。せめて今の評価からするとアモアイとはいかずともジェンテル以上は活躍。戦と期待外れって言われるポジ。まあ気候抜けちゃってるあたり完成度の差で勝ってる説は全然あるんだよな。気候をよくわかっていない誰かに説明しよう。気候とは、首と胴体の付け根あたりにあるもっこりしているところだ。気候が抜ける。というのはこのもっこりした部分が明らかにでかいぞ、となる段階だな。気候が抜けると肩関節の可動域が広がるため、一般的に本格化を迎えたと言われるぞ。つまり蔵の前のあたりがもっこりしきっていない風に見えたら本格化はまだということだな。これを参考にそれぞれの名馬の写真を見てみると本格化しているかまだかがわかるかもしれないぞ。じゃあな。別に早熟だからコバ無理ってわけでもない。母のヤンキーローズと同様にゴールデンスリッパー2着でサイアーズプロデュースカッターアナモーが、最近までバリバリ活躍してたじゃん。2位にはアナモーさんは父も父父も割と万世に見える。アナモーは血統が割と万世では、リバティはブラが母方の特徴引き出しすぎないことに欠けないと。アナモーは頑張って2歳で活躍した口じゃね。リバティ、ペリフォーニア、どんな比較？確かに凹凸がリバティにはある気がする。露骨にもっこりしてますね。どんなとペリは気候だけじゃなくてトモもまだ緩いけどリバテはその。トモが緩い緩くないもよくわからんな。フィーリング？筋肉のつき方やからがっちりして硬そうかどうかやと思うけど、見てる側としてはだいぶフィーリングよ。早彼の早熟馬って筋肉が衰えるんじゃなくて筋肉が硬くなって可動域も狭まるから距離の。融通が効かなくなってトップスピードも遅くなるし何より怪我しやすくなる。ハープスターとエフフォーリアがいい例。どっちも筋肉だるまだったのにコバになるにつれてスピードが衰えて怪我しやすくなっていった。まあエフフォーリアは事故もあったとはいえ有馬記念は勝ち切ってたし、大阪杯は競技場に入っててもよかったと思う。
ありまで無理したからダメになったので、その理論は成立しないのだ。無理しなくても他の馬が成長で追いつかれてたし、あの小馬成績は不可避やろ。2022有馬記念 F4。 リバチの方が盛り上がってますね。初心者には割馬記さんの方がモコッとしてるように見えまする。まあまだ丸いってのもあるけど、気候抜けてんのかこれ。小馬になって成長止まって周りに追いつかれ沈んでいくかどうかはぶっちゃけ俺にはわかんないから、そういう可能性も当然あるくらいに思っとくのが気が楽だなと思い始めた。そうなるに違いない、絶対3歳でおしまいなんだって怯えすぎるのも精神衛生に悪いし。結局リバチのファンならまだまだ成長するか、あるいは絶対能力の差で他を圧倒してくれるとでも思っていた方がいいし、それ以外の馬のファンならリバチの早かれと自分の好きな馬の番生成を信じているのがいいんだよね。ぶっちゃけこの先秋の外球でのトラブルもありえるので、どっちもそれ関連でお祈りしかないよ。リバチって小馬になったら中距離路線行くのかな。ドバイシーマも視野に入れてるらしいし、ドバイシーマ、宝塚、ジャパンカップ、ジェンテルローテじゃね。欧州遠征もあるかも。まあ普通に考えたらシーマ、宝塚、起点、ジャパンカップのジェンテルローテを踏襲するかな。シーマと宝塚の結果次第では凱旋門賞もありそうだが。いろいろ馬体画像あさってみたけど、このアーモンドアイの写真映えがエグくて笑ってる。美しい。でもやっぱ気候は抜けてへんな。3歳春に抜けるのはやっぱ早いか。まあオーストラリアの2歳で強い馬は1月、北半球では7月とかに気候が抜けて本格化するのもいたりするからね。まあ今年はこの馬に活動世代牝馬はいねえんじゃないかな。無理でしょうね。ジェンテルみたいに海外の競合にで分からせられる結果もありそうですけど、それこそ来年のドバイでイクイノックスに分からせられそう。まあ秋までならそうかも。枯れてたら知らん。リバキさん阪神ジュベナイルフィリーズの頃から気候抜けてたと思うけど、こいつまさかそこから全く成長してないの？筋肉はついてるよ筋肉は。それはあるかも。適正距離になったからぶっちぎれただけか、急車や外球で仕上げに仕上げまくった結果上積み終えたか。早々に枯れるだろうって意見が主流なのかね。とりあえず血統等々からの予測なのか、他の馬を応援してるからこその願望なのかは置いとくとして、自分は血統散々言われてるけど、母系が早熟馬やガレデブラは母の特徴を引き出すタイプの種母馬だから、血統と馬体かな。上でもある通りジェンコアモアイグランは気候抜けてなかったし、いや完成度高いから金量の恩恵がある。4歳春までは無敵のビジョンが見えるが、4歳秋以降5歳は血統や馬体を鑑みてなんもわかんないっていうのが結論。圧倒的に強いのは確かなんだけど、いつの間にか枯れてそうな感じがハラハラする。正直めちゃくちゃ見てて面白い。